初スローバトルリーグとは完全自腹のガチンコスローバトル。6名の出演者が己の名誉と誇りをかけ勝負を挑む。対戦ルールは1対1のシングルマッチ。勝敗はサマイ数と設定ポイントとの合計により決定。ただし差が500ポイント以内の時は引き分け。勝敗により勝ち点が与えられる。またボーナスポイントによる勝ち点の上乗せもあるため、サマイ数も重要なポイントとなる。各リーグトップとなった者だけが進むことのできる決勝戦。優勝するのは一体誰だ。初スローバトルリーグ。皆さんこんにちは、初スロー出場校の荒瀬です。どうです。はい、というわけで初スローバトルリーググループ B 新シーズンの第一戦ということで、ディフェンディングチャンピオンとして今回のシーズンを迎えるヒョウ君、はい、意気込みの方はどういった感じでしょうか。まあ前と変わらずに楽しんでいこう。なるほど、はい、まあそのままですね。まあそれでも楽勝だと。まあね、だってね、あなたは僕にこの間の A グループで負けたし、はい、梅谷君は僕に決勝戦で負けてますと、はい、まあね、まあ、胸を貸してやるくらい。バトルリーグのね、最強メンバーと言われるこの2人をね倒してるわけだから、それは余裕だとは思うんですけれども、はい、むしろあなた今回どうするつもりなんですか。なんですかその、お前何出てんのみたいな。もういい加減にしたらいいじゃないですか。まあ、ちょっとあんまり舐めんじゃねえぞ。怖いよ。まあね、というわけでお互いね、いろいろね、今回はプレッシャーがあると思うんですよ。俺もさすがにもうこれ以上ね、手たらくを晒すとね、あいつもういらないんじゃないのっていう投書がいっぱい番組に来ちゃうと思うんで、ちょっと頑張ろうかなと思うんですけれども、はい、というわけでね、今日は、ベルシティザ・シティ・ベルシティの南浦和店さんで、はい、実戦を行うわけなんですけれども、今日のイベント内容は、スロ戦という形でですね、こちらが前日、昨日ですね、はい、昨日から始まった新イベントという形でして、まあ、パスロ全体的な機種、まあ、全機種に対照的な、まあ、要はいろんな機種に多分高設定が散りばめられているイベントなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、そういったイベントなんですけど、どう攻めようかなとかあります。そうですね、全体がまあでも打つ機種はね、大体決まってるっていうか。そうなんですね、あんまこの2人立ち回りの話をするとメッキが剥がれてしまうので、早速本日の NG 機種を決めていきたいと思うんですけれども、はい、まあね、一応僕はヒョウ君ね、やっぱり前の初戦かな、戦国無双に走られて、で、まくられたっていう苦い記憶があるんですよ。というわけで今回一応戦国ね、結構台数も多いんで NG 機種に僕はさせて、今回俺がホームなんで、はい、はい、ということでしてもらいたいというかお願いしたいなと思うんですけれども、はい、さて、そういったわけで本日の狙い、さっき聞こうとしたんですけど、どうですか、機種的な取り組みとかあります。戦国がダメなら、まあ、ウルトラマンかなぐらいの軽い感じですかね。自滅しろ。まあ僕は一応ね、はい、もう今回来る前からも決めてたんですよ、機種は。お、はい、だからあとは番号次第なんですけども、多分取れると思うんです。へえ、はい、え、なんか教えてくれないんですか。それは内緒だよ。というわけで、はい、はい、お互いいろいろな、まあ、狙いが、そういった、まあ、一発狙いであり、うん、僕としてはちょっとした思いがあると。重い、はい、重いで打つんですか。重いで打ちます。だからそれをや、それ前落ちてるわけでしょ。あんたね、でも立ち回りはあんまり語られたくないんだよ。プライベートのこと知ってるんだよ俺は。まあそれはお互い様だから、お互い様だ。まあとにかく今回も楽しんで、はい、ワンシーズン乗り切っていきたいなと思います、はい、というわけで第8シーズンも頑張っていきたいと思います、はい、それでは早速実践の方に行ってみましょう、はい、今回撮影に協力していただいたザ・シティ・ベルシティ南浦和店は、京浜東北線武蔵野線南浦和駅東口より徒歩1分。当店はパチンコ200台、スロット200台のラインナップ。当店看板イベント、毎月8日はシティの日、14、15、16開催、ど真ん中の日、またゾロ目の日のキングオブゾロなど、地域一番店を目指し、連日熱いイベントを開催しています。スタッフ一同、お客様のご来店、心よりお待ちしております。はい、というわけで28番ということで、結構早い番号を引けたんで、まあ、狙い台はしっかり取れるんじゃないかなと思います。はい、49番です。まあどうだろう、ウルトラマンだから座れっかな、取れるでしょう。行きましょう。いよいよ開幕したバトルリーグ第8シーズン、グループ B のトップを飾るカードは嵐 VS 氷。第7シーズンでは最下位決定戦に出場してしまった嵐、そして優勝した氷。今シーズンは一体どんな戦いを見せてくれるのか。誰もいません。はい、というわけで、僕の思いを込めた台はバスロー哲也です。誠君、最終戦で、熾烈なバトルを繰り広げた誠君の大好きな1台を、今シーズンでは打って、彼の思いに応えるべく勝利を収めたいのということで、哲也を打つわけなんですけれども、
理由はそれだけじゃなくてですね、一応こちらの台が前日合算が非常にいいんですよ。で昨日から新しいイベントが始まったということで、これ2日目なんで、もしかしたら出てない台を背負うんじゃないかなという狙いのもとで、一応この303番台を狙い台にしました。はい、というわけで早速打っていきたいと思うんですけれども、まあ哲也は俺もまこっちゃんほどじゃないにしろ、今でもプライベートで結構打ちます。前シーズンの最下位決定戦で自らの手で脱落させてしまった誠が一番得意としていた機種、そして前日好設定だと思われるが、さだまが振るわなかった台の据え置きを期待してパチの哲也303番台を選んだ嵐。果たして、これもありだな。じゃあ僕のウルトラマンの270番台ですね。昨日、島で一番ビッグ引いてて、かつ青七が、こう履歴を見ると青七がかなり先行してるという感じなんですね。まあ1000枚ちょいプラスぐらい、まあ、これの背置き狙いから今日は始めたいと思います。さーて早速じゃあ打ち始めましょう。この台昨日ですね、630ゲームハマって、閉店迎えてるんです。で最後のボーナスから ART に入ってない、だから、天井まであとそうですね、まあ、400ゲームないかなぐらいのところです。通常じゃまあシングルと、左からのベル、あとスイカの出現率を数えながら打ちたいと思います。早いな。はい、スイカです。わお、いやー厳しい、ダメですね。スイカ、朝一のスイカはダメでした。一方ウルトラマンザスロットの中からこちらも前日好設定だと思われる台の据え置きを狙ったヒョウ、両者とも据え置き狙いから始まった今回のバトル、果たしてどちらの読みが的中するのか。で通常時なんですけども、僕は左リールの上段から、まあ、枠上ぐらいですね、上段から枠上ぐらいに緑レーンの下のこの鉄矢柄を狙うという形にしています。オーソドックスなのは、緑7枠内狙いなんですけれども、これだとあのスイカと、緑レッグが同時当選したときに当選ケーキが見抜けなくなってしまうので、まあ、はい、枠上というか枠上あたりに緑7を押すということが非常に、カンパ的には重要になってきます。なので、まあ、見やすいこの鉄矢柄を見て、それを基準に、緑7を早めに押すという形をとってます。もう緑系のボーナスは滑ってきてないんでないんですけども、あれ、ああいましたね、白レグっぽいですね、レギュラーでした。118ゲームチェリーからの同窓戦ですね。でレギュラー中は、1回だけ、白チェリーを取った方がいいんですけれども、中右と変速してこの左下がりにベルが転売した時に、枠上とかその辺りに白7を狙うと、こうですね、この形、これを1回だけ取ってあとは白7を左リールに狙わないように、消化していくということで、マックス獲得枚数をゲットできます。はい、これで116枚ゲットという形になります。
まあ早いボーナスが当たってくれて一安心といった形なんですけれども、ボーナス合算確率の目安としては200分の1を切ってる、まあ、200分の1以上ですね、190分の1とか、まあ、180分の1とか、そのあたりで常にボーナス合算確率が推移していくようだと、高設定の期待が持てると思います。あ、結構この自力で倍人タイムに入れるっていうのが重要になってくるんですよね。特に偶数設定の場合だとこの自力での倍人タイム突入率っていうのは結構ダイレクトに設定に、設定じゃない、出玉に影響してきますから。お、ブチ猫が走りましたね。これはどうなんだろう、まこっちゃんだとここで多分もしかしたらあっちとか言うかもしれないですけど、ダメっぽいですね。あ、ダメか。いいですね、なんかこう余裕があるもんな。朝一で、まあ、1万円ちょいボーナスが引けなくても天井 ART に入ってくれるという、酔い越し天井ですね。さあそろそろ天井まで残り200ゲームぐらいかな、多分この辺りから。あくまで個人的にそう思ってるだけなんですけど、レギュラーボーナスの高確率ゾーンに突入します。だいたい体感的には50分の1ぐらいで成立しちゃいんで、あくまでこれは個人的な体感です。なぜか天井前でゼットンがねビシッとこう揃ってね、当然のように負ける。あーレギュラー引くな、もう引いてもらっちゃ困るぞ。確かにテレビ的にはそちらの方が面白いかもしれませんけども、朝一からそんなことをされるモチベーションが下がっちゃう。お、行ってこい。これバーが中段だったらリーチ目なんですよね。赤の可能性はない。ダメですね。レギュラー当たりました。またチェリーからですね、今インナミがその前のゲーム出てましたけど、その前 の、 ダンチが殴られたチェリーでの当選です。頼む。よし、第一段階クリア。あー来ましたね。レギュラーボーナスでの出玉は飲まれてしまい、追加投資5000円で引いたボーナスはまたしてもレギュラーボーナス。しかし天運チャンス中3択チェリーに正解し ART に突入と、まずまずの展開を見せる嵐。欲を言えばここらでビッグボーナスが欲しいところだが、まあもうこの演出に発展したせいでダメだ。ああいた、マジで。ちょっと俺当たるとこ見たいんで、どうしようどうしようどうすればいいんだろう。あ、緑は否定するからここ狙っとけ大丈夫。まさか当たるとは。でもなんかレグっぽいな。
まさか当たると思わなかった。どうしようかな。えい、ビッグです。あのビッグ中はあのこのベルである程度枚数の調整ができるんですけど、僕の場合は、3回獲得してあとは通常通りに打つというやり方をしてます。これが一応なんか一番期待値が高いらしいんですよね。3回取ったのであとは通常通り消化していくと。おお、来ましたよ。乗ってますね。これぞまさにまこっちゃんの怨念、まこっちゃんの魂が今肩に乗ってますから、まあ怨念じゃまずいんでしょうけど。ラストゲームじゃねえの、どっちでしょう。まあ坊主さんに敬意を込めて坊主さんを添えておきますか。ほらラストゲームで引けるとは、こいつは幸先がいい。やばい、枯れたか、いきなり。あー、いなそう。あー、ナビなしですね。2発のみか。残念ながらナビは2個で終了してしまったが、本日2度目となる自力での ART 突入成功と勘は良い模様の嵐。前シーズン最下位戦出場の屈辱を晴らすことはできるのか。お、はいよ、え、あれもう天井いった。はい、もうこれ天井状態ですね。11K 入れて359ゲームに天井状態。お、いった。はい、天井 ART ですね。投資が 11K です。これで、たとえ何のボーナスを引いてもそのボーナスは必ず1回は、ね、ART 中のボーナスになるので、次回のボーナス後も ART に期待します。さあここからね、まだ投資 11K だから、まあっという間に取り返しちゃいます。しかしあれですね、僕考えてみたら人生初の天井 ART ですよ。あの天井狙いの立ち回りはしたことあるんですけど、天井まで到達したことは一度もなかったんです。なんかあれですね、ストレス感じないですね。なんか別にいつボーナス引いてもいいし、ミッション引かなくても続くし、いやーなんか平和な ART だな。ウルトラマン、ウルトラマンらしくないといえばらしくないのかもしれない。お、あーちょっとまだいいよ、まだ当たんなくていいな。さあ次の演出ですよ。あー当たったかも。あー当たりましたね。はい、 ART 中ボーナスですね。ボーナス確定、チャンス。うわー、まあいいか。一応ちょっと降格かどうか見ましょうか。まあ2回転ならなかったらいいか、もう今日は。というわけで473ゲーム、 ART が3連目ですね。まあどうかな、まあ勝ってほしいところですけどね。出て、ああ、負けました。負けね。まあ、ただあの ART 中のボーナス、ART 中のレギュラーだったんで1回は入ります。
さあこの ARTA をなんとか継続させていきたいですね。ボーナスいくかミッションだな。ボーナスいきてえな。青7引きてえな。お、ミッションか、ミッションか、あれ、あ、ミッションだ。また厳しいな。ベルスラ、ベルのフラグスラ取った。ああ違うんだよ。お出た。はい、ね、ミッション成功。はい、なかなかいい気をしております。ああもうほぼありませんと言われているようなパターンですね。26ゲームにマルタンが出てしまう。さあないぞ。おっしゃ当てた。これがあるから分かんない。その後ミッションを見事クリアし、天井から ART7 連チャンをゲットしたヒョウ。さすが王者といったところか。そんな10代怪獣が倒せるわけないだろう。あー厳しいな。こうかこうだと思うんですよ。こう終わりだ。なまあ ART4 連で終了と。全部で天井の時から合わせて303杯か。まあ今んとこそうですね、250枚ぐらいマイナスですかね。だよな。終わってしまいました。しかしまだもう設定なんてまだ何も見えてない状況ですから。まあまず目指すべきはリプレイからの同調戦。それで早く奇数と偶数の当たりをつけていきたいですね。まあ、偶数設定濃厚ならある程度粘り腰の打ち方ができますけれども、奇数設定の場合は疑わしきはやめっていう方針を取っていかないと本当にちょっとケツの毛まで抜かれる可能性がありますから。よし、まあ、確定ではないですけど本日初の10枚役当たってやばいの、やばいのか団地よ。あら、本当なこの10万円でなかなか当たる気しないですよね。おお、なんだ。なんだよ。おお。いたんだ。今のは多分ちゃんと狙ってるはず。緑系です。レギュラーからですね。あ、じゃあ追加からなんで、これレギュラーだったら熱いですよ多分。ここでチェリーの同等線を引いてない限りは。あんなビッグです。レギュラーだった場合は赤七が絶対下段に来るはずなんで、追加から緑ビッグですね。
満貫、要は羽満まで届かない、上がりが多くなるんですけれども、まあ一応そのチェリーを引いてるだったとか外れの回数によってまた流動的に変化するものなので、まあ一応参考程度に捉えておくのがいいんじゃないかなと思います。だいたい2分の1ぐらいで満貫が出たら、まあ偶数の可能性が高まるというふうに言われてます。イエス、わな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 、大主さん、あれ、当たったんじゃないですか。ただこれ今目押しミスっちゃったんで、スイカから当たったのかどうかわかんないっすわ。おう、あれですね、赤が狙って蹴ったんで、赤系のモーナスじゃなかったってことは、スイカからの同時挑戦だった場合はスイカ滑ってくるんで、あそこに押してれば、なんで普通にチェリー、さっきのはチャンス目だったんで、チェリーからの同時挑戦になりますね。そっか、スイカをこぼした場合はリーチ目が出るのかな。ということは緑ちゃん、緑ちゃんで右リール赤7蹴ってるってことはビッグちゃんですね。いやこれいいんじゃないですか。ここまでやっぱ引けるとちょっと自信が出てきますよ。今だってまだ733ゲームしか回してないので、もうボーナス5回引いてますからね。熱い、おお、ファンタスティック、気持ちいいですね。今のは楽しいな。ダブル100万いきましたね、7ゾロ1回で。まああんだけチェリーと外れ引いてたらポイントでも、まあ7ゾロいっていうか、ナビ獲得できてもいいはずなんで、まあまだリプレイから同挑戦してないんで、奇数か偶数かちょっと検討、当たりがつかないっていうのもあるんですけど、まあこの確率で当たってて奇数が判明したとしても、まあ粘る、粘って全然いいと思うんで。あら、あーとか最終ゲームですからね。上のスコアボーナス、おは外れ。一応最低保証の、あれ？これ順応しなら2額なんですけど、挟んでここにバーとかな、ボーナス以下がなくてもここに止まれば多分リーチ目だと思うんですよ。ちょっと狙ってみます。ほら当たってましたね。やはりレグはやめてね。レギュラーです。まあ売人タイム中の最後のゲームで引いたレンチェリーじゃないかなと思うんで、一応ナビポイント1個上乗せるはずです。ボーナスと ART がうまく噛み合い、早くもドル箱に手がかかる嵐。今日の勝負はもらったも同然なのか。さあでコインが飲まれてしまいましたね。まあまあ追加投資をします。よし倒し、あーいるいるいる、リーチ目ですね。リプレイからだから
さあボーナス、うわー、奇数設定の可能性が高いですね。リプレイからリプレイとの同時当選で赤なら、でもまだわかんねえんだよな、こんなもんじゃ。はい、371ゲーム追加投資が 1K ですね。さあね、揃えますよガンガン。うわー、早速でかいの出たな。僕はシカトで。さあ今のが揃ったのか揃ってないのかってところです。どうかな、今のは揃ったんじゃないかな。よし、まあちょっとちっちゃいですけど、バーを中段に蓋をします。はい、あのダメ1画目です。これで青が中段まで滑ってきたら、あのボーナス揃いの1画目になる。で青7を中段にビタ落ちして、青7が中段にビタ止まりしても、ボーナス揃いの1画目になる。そういう楽しさをね、もうビタッと止めて伝えたかったんだけど。さあでもただ一番最初に大きいやつダーンって出たのを揃えずに順応させますから、もしかしたらあれで揃ってたかもしれない。おお、つうことはやっぱりあのさっきのビッグの一番最初にドカンってなったやつは7が揃ってたってことね。これがあるから全部狙わない方が楽しいんですよ。全部狙っちゃって全部揃わなかったら今みたいなパターンも味わえない。まあ好みですけどね、ここはドキドキしたいので最後まで。はい、はい、RT 突入です。さあ、多分これでナビを使い切ったんじゃないかな。あれナビありましたね。まあ1回の7揃いで3つ獲得したか、3つ以上獲得したか。僕あのちっちゃいチャレンってやつも1回外してるんで、それで揃ったかわからないけど、とにかくナビがありました。3連目ですね。ねえ、ほらいたでしょ。薄いところを引いたのか、ボーナス中に2回7揃いを決めていたのかは分からないが、とにかくナビを5個ゲットした票、優勝決定戦の興奮がよみがえる。はい、はい、ナビは5個で終わりでしたね。うわ悩むな。おし、当てた。なかなか今日は勘も冴えてる。またしても6択に正解したヒョウ。ボーナス回数は未だ2回だけと不審だが、勘の方は冴え渡り、 ART は13回目を数える展開に。今度こそ一応狙っときますけど、これでレギュラーだったら熱いですよ。出たー、つまめ返し来い。おー熱い、これは熱いです。1回でもスイカからレギュラー出ると本当5、6の可能性がぐわーって上がるんで、これは熱いですね。よし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 、スイカからレギュラーボーナスを引き当て、さらに自力で ART ゲットと、この上ない展開を見せる嵐。
今日の嵐は一味違うと思われたが、嵐の好調さはそれだけでは終わらなかった。見えた。来てます。まさか。すごい。ちょっとがかってますよ。神がかってる。すごすぎる。なんと自力で ART5 連チャンを達成。3分の1を5連続で正解した嵐。対して薄いところを引き、さらに自力で6択を当て ART 連チャンをゲットしているヒョウ。ハイレベルの戦いを制するのはどっちだ。お、来た。あれ？ああ、そっか、全長かな。3回連続で演出を発生させる。1。はい、3連続ですね。なんか僕頑張ってません？お、でかい。スイカじゃないかな。あれ？あれ？あれ？スイカな、スイカじゃないけどリプレイですね。ご当選 ART 中でしょ？やっと。なんかすいません、なんかあまりに。開けなかったので、テンションのどうしていいのか分かんなくなっちゃった。もう一回やっていいかな。ダメですね、定格ですね。349ゲームですね。定格 ART 中に赤7。また赤ビッグリプレイから引いたんで、これ奇数ですね。間違いなく。昨日の、で履歴を見た限り、昨日は高設定でかつ偶数だったんですけど、それが奇数になってるってことはもうまあ下げだろうということなんで、このボーナスから続いた ART が終わったら移動します。 ART 中のミッションをクリアし、さらに ART 連チャンを伸ばしたヒョウ。しかし11連チャン目がかかった6択で、ああ終了しましたね。2連か、まあ、860枚取れたから今プラス260枚ぐらいかな、3枚で。まあまあ頑張った方でしょう。はい、移動します。ボーナス確率の低さ、青ビッグを引けなかったことなどから260番台を設定下げだと判断したヒョウ。次なるウルトラマンを探すことに。で、今度はこっちですね。まあ、とりあえず、まあ、まだ2の1ですけど、青7が先行してて、まあ、昨日おととい出てない、さっき据え置きがダメだったから今度は上げを狙っていこうっていうところです。据え置き狙いが失敗したため、今度は設定上げを狙って台を探したヒョウ。すると青ビッグが先行し、なおかつ前日低設定だと思われる265番台を発見。お、変身しますよ。これが当たって青ならだったらいいな。さてと、まあなかなか早く当たってくれましたね。これが青ビッグだったら、偶数がものすごく濃厚になります。リプレイから同時当選なんで。まあ別にいいんだけどさ。はい、定額ですね。234だから、こちらさっきもう一個悩んでた方ですね。こっちも青7先行なんで、これはあの今一発目引いたボーナスがリプレイからの赤ビッグだったんで、奇数と判断して移動します。
持ちコインですね。あ、今度こそブースっぽい挙動を僕に見せてくれ。守備よくボーナスは引けたものの、リプレイから赤ビッグは奇数設定と判断し265番台を諦めた票。同じく青ビッグが先行している266番台へと大移動。プレイ何連してんだと思う。プレイ今4連ぐらいしますよね。でこれ多分当たってるんだよな。あ、いいよね。リプレイからの当たりですね。お、これ青じゃね。あー、確定だね。長いですね、確定まで。あれ、え入ってなかった、入ってなかったのに中押ししてました僕やべえ、わー入ったと思い込んでた。さあさあペナルティーですねやべえ、あらら、あ、やめて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 、まだこれペナルティー中じゃね。あ、1回揃えたか、ギリギリ違うか。うわ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 、夜だよ夜だよ。やーべえうそ、サックさ、ビッグモン大群出てウルトラマン出てよくやった、ボーナス確定、青でお願いしますね。え、みんなも分かったでしょ、早とちりして中押しなんかするなっていうね。うわー、これペナルティだったら最悪だよ。ただのただの子役ですよこんなの。いやー、ちょっと落ち込むな。完全に今台にはめられた気分です。もうおしじゃんが当てれる気もしないもの。なんだよもう。TRT 入らずです。いやー、バカなことしたな。私まさかあれが外れると思わなかったもんな。ボーナス当選を確信して変則打ちしてしまったヒョウ。間の悪いことにペナルティ中にボーナスを引いてしまう。その後も放心状態で打ち続けるヒョウの前に思わぬ台が空き台となる。これは天使からのプレゼントなのか、それとも。とんでもない台が空きましたよ。天井まであと400ぐらい。あ、青ならと先行。もうこれ以上ないっていう台です。もうあの、あんなペナルティやらせてくれた台なんかぶん投げてやりましょう。まあ、とにかくこれ以上ない条件で台を拾えたので、まあ、とりあえず天井に入れようかなと思ってます。防衆さん演出からチェリーだから、まあ、法則的にはちょっと熱いんですけど、やっぱりあの基本的にはレンチェリーが止まってくれないと、まあ、あの単独チェリーからの統一当選はやっぱりほぼ期待できないんで、まあ、あの押したところによってはレンチェリーの形を取らないところもあるらしいんですけど、まあ、クブックリンは、チェリーからの統一当選時にはレンチェリーの形を取るという形になってますんで、もうちょっとレンチェリーを取らない形の割合をすごい多くしてくれればもうちょっと演出が生きたかなと。おっと、やっべ、あっち、はい、リプレイで青ナビはあっちっすよ。発展して、おー、そう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 、いっちゃってください。熱いね。
緑ビッグですね。本日初のリプレイ同時挑戦は緑ビッグということで、まあまあ1回ではもちろん偶数の可能性もある残るんですけども、まあ今のところは奇数が濃厚になったかなという形になりました。あとはこのちょっとビッグ中のポイントも見たいですね。3倍番ですね。ハズレ1回のチェリーが2、4、6、9、まあチェリー9回なんで純粋に考えたら奇数の方が濃くなるのかなやっぱりっていう感じですね。あら当たってました。何で当たったの、これで当たったのかな。赤リプレイから当たってると今度はまた偶数の可能性が出てきたりとかするんでちょっと謎ですねこの当選ケーキは。まあとりあえずよしということで7揃いなしで役満と、まあチェリー12回いてるんですが、まあちょっと奇数のやっぱり香りがプンプンしてきましたね。ということは俺の大好物である5の可能性が高まってきたんで、あーしかもついてますよ、ジャンセイランプが。これでナビ速5個以上確定なんで、まあこれ2連続で7ドロイ引いてなくてナビ速5個以上っていうのはこれもう偶数だとやっぱちょっとありえないとは思う。まあありえなくはないんでしょうけど、やっぱり奇数の可能性がこれでまたすげえ濃くなったと思うんで、まあこれで俺のお好み設定5の可能性すげえ高くなりましたよ。熱い赤カットにも熱い来たぜレンチェリー市川区です。白系ボナスですね。で赤7を蹴ってるんでもうビッグです。本当はチェリー取れなかったな、だけどまあいいでしょう。なんか揃いそうな気がする。やはりやはりじゃねえけど、何回今ビビビと来たんですかね。ビビビとうわまたつきましたよ。イケイケだな。ナビは9個、その後自力で2回3択に正解し ART11 連チャンを達成。ボーナス感が400ゲームを超え、そろそろボーナスが欲しくなった天運チャンス中に、なんか引いてこい。おお、来たぜぬるりと。この時点で、まあボーナスは1000です。ボーナスでした。よう引いた。でも緑系のボーナスなので赤7を蹴れば、あ緑ビッグですね。ギリギリのところでつなげましたよ。まあナビはもうないんですけどね。おいいね、ハズレ。そしてここで緑カット先輩、おーし というわけで、ギリギリのところで、ナビが枯れた天運チャンスでビッグを射止め、そしてビッグ中に7ドロー一発と、まあ最高の展開で、前半戦を終了することができました。ちょ奇数設定なんでほぼもうそこでまあその少しでも、まあ、中間ないし下の挙動を見せた時にどう動いていくかっていうのは後半戦のポイントになると思いますので、まあこの出玉に過信せず、慎重に立ち回っていきたいなと思っております。さあそろそろレギュラー高確率状態突入しましたね。これはあくまであの僕のね個人的なオカルトなんであまり気にしないと。会場発見しました。なんかこれも台にからかわれてる感じがすごいする。ほら当てちゃうよみたいな感じ声が今にも聞こえてきそう。
立ったらやばい、立ったらやばい、あぶねえ、あぶねえ、うわやべえ、いや、いない、よし、いやあとね残り100ぐらいだと思うんだけど、天井までドキドキさせやがりますね。なんか俺ゲーム数間違ってんだ天井到達です。いやよかった、無事到達した。はい、天井 ARP ですね。ん？あれ？入りました。あれ？違うか、いるな。これの前に左からのベルが揃ってたんで広角にいるかもしれないっす。ボーナス確定、チャンス。なぜ上がらない引くんだろう。まあいいか、ね、広角 ART 中に赤ビーク来ました。ここで一発でも揃えたら ART5 連みたいな。うわあ、あと7ゲーム、これが出なかったら1回7揃ったのと同じだったね。おや、狙おう。はい、ダメージ確です。うそー、はい、ダメでしたね。7を揃えられずにビッグが終了しました。で、ここで前半戦が終了というお時間になりました。まあプラス50枚ぐらいの状況ですね。でこの後 ART には入るんで、まあそこからの連チャンに期待しつつ前半戦はここで終わりということ。はい、ありがとうございます。パチンコパチスロ最強データサイトデータロボサイト7はリアルタイムのホールデータや機種情報を見ることができる今一番熱いサイト。ホールの1週間の出玉データや当日のスランプグラフなど勝利につながる情報やパチンコパチスロファンを魅了する内容が満載です。ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、というわけでシーズンを占う大事な初戦の前半戦、どうですか感触は。感触なんか、何にも掴んでない感じ、はい、じゃあ僕の方がちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、今シーズンの俺はちょっと違うね。哲也なんですよ。まあ、あの誠君の追悼実践なんですけれどもいやこれがね、狙い台、一応前日の高設定っぽい台、はい、あんまり回ってなかったやつを据え置き狙いしたら、まあポンポンポンとボーナスを引き、そしてね追加からのレギュラーをね、どこだっけかな、一発引いたの早い段階で、早いっていうかまあ中盤ぐらいかな、はい、そしてまあ全体的に今のところ奇数っぽくて、あのナビの獲得が非常に良くて、この11連した時なんかは7ドル引いてないから、うわな、なんだこれ、ジャンセンランプ光ったよ、ボボボボって出てきて、で今のところ、最後の、ナビがなくなったところのテンチャンスでビッグ引き戻して7ドル1回刺してゼロゲームやめで前半終了。なるほど。だ獲得枚数的には多分1200-1300枚で投資が9000だから、まあ1000枚ぐらいプラスかなと。なるほど、まあまあ好調ですよね。まあちょっと違うよこっみんなからバカにされたから俺だって腹立ってんだよまあね、まあ、これからハマるとしても、まあ、ここまでは良かったって何そのじゃあ対するあまあ僕王者僕ですね、まあ、ウルトラマン付けっていう感じなんですけど、まあね
狂ったように打ってる、まあ、好きなんですよね。で、まあ、まず1台目ですけど据え置き狙いなんですけど、うん、かつ、天井があいい立ち回りしてますな。結構固めにね、あと天井まで400ぐらいの台かな、はい、を打って、で、まあ、天井にキーのでそれを打って、でリプレイからの赤ビッグが2連続だったのかな、うん、だからまあ奇数だと、うん、で前日偶数っぽい台だったのが奇数 で、まあ、前日が高設定だったら、まあ、間違いなく下げだろうと、うん、いうことで移動して、なるほど、ね、今度こっちは、まあ、また青ビッグちょっと引いてたやつですね、うん、でそれを打ったら、速攻でリプレイの赤ビッグを引きあダメだと、はい、で、まあ、次の台で、まあ、これも青が先行してた、はいはい、なんですけど、これは、まあ、ちょっと事故がありまして、はい、ペナルティレギュラーをなんてことしてるんですか、あんたプロでしょいやいやいや、だからまあね、このハンデ、ハンデキャップというか、あー、ありがとうございます、与えてあげたっていうか、まあ、ものすごくショックでしばらく口を聞けなかったんですけどで、まあ、これで当たったの確信して、そう、変な時も、はいはい、絶対当たると思ったんですけど、ダメだったんです。で、まあ、その更新状態でいたら、隣の隣がなんと天井まで残り300という状況でやめていったんです。すごいとこで、はい、で履歴を見たら青ビッグ5回引いてるだけって、おあれって、まあ、すぐ移動して、でそのまま天井行ってってやってるんですけど、まあちょっと頑張ってはいるんですけど ね結構迷走してそうな感じだけど、はい、投資額も少ないし、そうなんです、でも持ちこいんでしょ、持ちこいんです。で、まあ、投資が 12K で今獲得がですね、まあ、650枚ぐらい、うん、じゃあ持ってるからプラス50枚さすが転ばないね、王者は。転ばないのあなたです。まあまあ俺は最後まで最後まで転びまくりだからここで転ばなくていいねまあ今シーズンの俺は違うんで、さっきなんかいろいろ言ってましたけど押し切ってやりますよ、ほんと。というわけで、まあ一応差はちょっとできてますけれども、まだまだどうなるかわからないからないいう状況で後半戦を迎えますので、はい、その辺の展開どう動くのかをお楽しみに、楽しみにということで、じゃあ最後はひょうくんに締めてもらいましょうか。はい、最後に締めるってじゃあまた次回お楽しみに。ひどいえ、もうワンシーズン消化したいまた会いちゃうの豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。